マクラーレン MP4-3 は、マクラーレンが1987年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカーで、スティーブ・ニコルズが設計した。1987年シーズンの開幕戦から最終戦まで使用された。MP4-3 の前モデルである MP4-2 は、1984年から1986年まで3年連続で、 ドライバーズタイトルを獲得し、1984年と1985年にコンストラクターズタイトルを獲得した。MP4-2 を設計したジョン・バーナードが1986年のシーズン中にチームを去った後、マクラーレンは1987年用のマシン、設計チームのリーダーをスティーブ・ニコルズに任せた。MP4-3 は前年までに引き続き、 タグのバッジネームを付けた、ポルシェ製の 1500cc ターボエンジンを搭載した。MP4-2 に対しての外見上の大きな違いには、ヘッドレスト後方のボディカウルが絞られたこと、ラジエーターのエアアウトレットが、サイドポットの側面へと移されたことがある。MP4-3 は5台が製造された。開幕戦のブラジル GP には、MP4-3 から1から MP4、 3から3までの3台が用意され、プロストが MP4、3から3、ステファン・ヨハンソンは MP4、3から2を使用し、MP4、3から1はスペアカートされた。第7戦イギリス GP で、新車 CMP4、3から4がプロスト用に用意された。第10戦オーストリア GP では、金曜日午前中のセッションで、ヨハンソンが、 コース上に飛び出した鹿とクラッシュするアクシデントがあり、MP4、3から2は大きく破損した。ヨハンソンは、事故後は、旧プロスト社の MP4、3から3に乗り換え、マクラーレンチームは、急遽 MP4、3から1をイギリスから輸送した。ヨハンソンは、MP4、3から1でレースに出走したが、スタート直後のクラッシュに巻き込まれ MP4、3から1は破損したため、 MP4、3から3に乗り換えて再スタートに臨んだ。MP4、3からには修復されることはなかった。MP4、3から1は修復されてテストチーム用に回され、次戦第十一戦イタリア GP にはヨハンソン用に新車 CMP4、3から5が用意された。第十四戦メキシコ GP ではヨハンソンがスペアカーの MP4、 3から3でレースに臨んだが、ザックスピードとクラッシュしたことで MP4、3から3が大破したため、日本 GP では MP4、3から1が再度スペアカーとして使用された。1988年シーズンに向けたホンダエンジンのテスト用に1台が改造され、この車体は MP4、3バイトと呼ばれた。MP4、3バイトはさらに2台が新臓され、3台が 翌シーズンに向けてのテストに使用された。MP4、3は開幕戦ブラジル GP でアランプロストが勝利を挙げると第3戦ベルギー GP でもプロストが優勝した。しかしその後はホンダエンジンを搭載するウィリアムズ優勢のレースが続き3勝目を挙げたのは第12戦ポルトガル GP だった。この勝利はプロストにとっての通算28勝目であり、 当時ジャッキー・スチュワートが持っていた F1 の最多勝記録を更新するものであった。この勝利は MP4、3にとっての最後の勝利であり、1987年をもって撤退したタグエンジンにとっても最後の優勝となった。この年、マクラーレンはコンストラクターズランキング2位に終わった。獲得ポイント数も137を獲得したウィリアムズに対して、 76に止まった。ABCDEFGH ダグナイ、マクラレン、ザグランプリ、キャナムインディーカーズ、ヘイジルトンパブリッシング、1988、ピアニッシモ、297フォルティシモ ISBN、0から90万5138から54から6、F1 走る魂ピアニッシモ、308から309、 グランプリ1987ナイジェルローバックジョンタウンゼンドジャニュアリー1988ピアニッシモ108ホルティシモ、ISBN 0から90万8081から27から8 GP カーストーリーボリューム0 1マクラーレン MP 4 4ホンダ P 54から55ありがとうございます